さあ帰ってきたおかわり君、中村、最初のバッターボックス、ランナーなしです。1回は8球で西武を三者凡退に退けた渡辺俊介。インサイド、いや中村あのファームでもですね、はい、いきなりゲームに出て初球を打ってホームランというですね、初球ですかね、もうホームランアーティストのですね、はい、やはり天性のものを持ってますね。持ってますよね。確かさんやっぱり初球打ってですねホームランなんていうのはね、なかなか復帰初球というのはね、ねえ、はい、うまくそういかないもんですよ ね、 そうですね。まあ、しっかり調整してきたんだったね。でしょうね、はい、ああこれも打ち上げてレフトを待つ、追っていく西岡、持っていく、戻されて、おーっと三塁が入った。風がやはりありますかね。ありますね、これあのレフト線のファールボールかなと思ったんですが、中村にとってみれば幸いしたかもしれません。ただ今のカーブちょっと危なかったですね、しっかり引きつけられてるので、はい、ね、さあ4番の中村に対してどうやって攻めていくか。ああ三遊間レフト前のヒット、復帰して早くも初ヒットの中村です。今のボールも確かにさ危ないです ね、はい、これ引きつけられると、はい、ちょっと渡辺俊介選手にとってはきついですよ ね、はい、他のボールをもっともっと意識させないといけないでしょうね。あーねー、はい、ノーアウトランナー一塁、バッターボックスがフェルナンデス。